何するつもり？俺がお前を大人にしてやるよ。私が言った大人っていうのはそういう意味じゃなくて。じゃあどういう意味だ？それは空気を察して相手の気持ちが分かる人、それが大人よ。じゃあ俺も子供だ。明らかに嫌がってるお前にこういうことしちまうんだからな。院長大丈夫？この鬼畜男に変なことされたりしなかった？別に、壺を突かれて体の自由を封じられただけよ。またか！変態壺押し男！変態か！いきなりは無理かもしれない。